北九州市への進出を検討しているのは、台湾の高雄市に本社がある ASE の日本法人 ASE ジャパンです。ASE は半導体の生産で、組み立てや検査などを担う世界最大手の企業で、国内では現在、山形県に工場を構えています。北九州市によりますと、ASE ジャパンは、 北九州市若松区に市が保有するおよそ16ヘクタールの産業用地を取得する方針ですきのう北九州市とおよそ34億円の土地売買の仮契約を結びました ASE ジャパンは国からの補助金やビジネスが成り立つかなどを考慮しながら検討していきたいとコメントしていますさてこのニュースですけれども、えー、熊本や九州地方にどんな意味を持つか畑中さん、うん 想像できますか？正直ね、なかなか想像ができないんですよね。実は私もなんですね。そこで、台湾在住のジャーナリスト福沢ジョエルさんに詳しく話を聞きました。まずですね。半導体の生産というのは、前の工程と後の工程、この2つに分けられるということなんですね。で、熊本に進出した tsmc はこの前の工程の受託の世界最大手と言われています。 一方で今回のニュースで紹介した ASE は後の工程の分野で世界で存在感を示していましてこの2社が連携することによって九州で半導体の生産が完結するんじゃないかという期待が寄せられているんです。ね、うん、ということは経済的にも大きい影響があると考えられますすかそうですね県の担当者も日本の経済安全保障にあいてもこの進出、もしかしたら あの前に進むんじゃないかという期待を寄せているんですね、うん、そして私こんな疑問もぶつけてみました、はい、なんで ASE は熊本じゃなくて北九州市に進出するのかという点なんですね、うん、こちら福沢さんによりますと台湾の経済の専門家もあれなんで TSMC がある熊本じゃないのという驚きの声が上がったということなんです、うん、そうですか ただ、海外に輸出する際の港などのインフラを考えて北九州で現在、検討が進められているんじゃないかという見方なんですね。うん、今後、半導体の製造拠点として九州がどう発展していくのか行方が注目されます。